今回は相模湖でのバス釣り動画です。朝はいつも天狗岩のボート屋さんの猫ちゃんたちがお出迎えしてくれます。癒されましたな。で、今回向かう場所は雨が降った後だったので吉野を選択しました。やっぱり雨が降ったら吉野ですな。仕掛けはネコリグで行きたいと思います。一気に奥の滝をめがけていこうと思いましたが、こんなところにいい感じのミニマムな滝発見。反応がないのでやっぱり予定通り大きな滝の方へ進みたいと思います。とここでネコリグのリグり方を説明したいと思います。まずこのマス針をユニノットで留めます。ユニノットはこんな感じで輪っかを作って、中にこうぐるぐるぐるっと糸を入れて、でキューッとすれば出来上がりです。そしてワームの先端の真ん中に針でプスッと穴を開けます。でそこにネイルシンカーを入れます。そしてワームの真ん中よりちょっと前に針をこういう向きで刺して貫通させて、で後ろにぐーっと向けて、でちょんと針先を隠すように刺せば出来上がりです。それでは現場へ戻ります。ここのトンネルの前もいいですね。だがしかし反応はなし。目的地の滝到着。手前から攻めていこうと思ったその時、エレキトラブル発生でエレキのスイッチを押しても稼働しなくなっちゃいました。ポート屋さんのお兄ちゃんに電話したら取り替えに来てくれて無事解決。でも場を荒らしてしまったので場所を変えます。とさっきの小さい滝が気になったのでちょっと攻め直してみます。
じゃあ、用語だ。で、サイズはというと、27センチでした。やったね。この動画をいいと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいまして、ありがとうございました。